続きまして、北村さんにお伺いします。北村さんは自分チームの中で、はい、まあ、ターゲットとなる土地候補を集める情報屋の竹下を演じられました。まあ、物語が進んでいくにつれて、え、詐欺師チームの結束を揺るがしていく人物にもなっていきます。あの、現場は辛かったと話されていたと伺っているんですけれども。あの、誰が言ってました?。<laughs> え、なんか、えっ、ー、と、ネットフリックスの方から、なんか現場は辛かったとおっしゃってたよ。あれ?。<laughs> あれ?。いえ、全然辛いことなんかないですよ。 本当にすごい楽しかったですし、確かに、テイクやったのかな、うん、<laughs> あれ、えーああ、相当テイクをいやその僕は、一、まあ、話で言うと、まあ、土地を説明するところ、あれ、まあ、こっからここまでってよくセリフここのセリフまでって言われて、僕らスタートするんですけど、毎回最後までやるんですよね、監督が。 でそれで、まあ、な2回、3回、4回、10回、20回、30回、40回、結局何十テイクやるんだろうって、最初から最後まで、僕は幸せでした、ただ、ピエール・タキさんが歩いてる時にここは使わねえだろうとか思ってるんだろうなと思って、多分僕はそれを心配はしてましたけど、<laughs> しし僕的にはすごく。 あの最初から最後までできるこのメンバーでできることってすごく幸せですしあの本当にもう一生忘れられない時間でした初めその視そ野の,の眺めてるシーンですよねあの先輩方皆さん立ってたんですけど途中から一人一人椅子に座り始めて最後もう僕しか立ってない状況であれこれ本当になんテーくとるんだろうっていうのはありましたけど 初めて5人で集まるシーンでもありましたから、はい、大事なシーンだよね、はいあのー、監督の中でこの5人が集まった時の魅力の出し方っていうのを、まあ、すごく丁寧に抽出されていたのでですよねいや僕はだから、はい、すごく幸せだったんです <laughs> あ,、はい、ありがとうございますずっと監督を見ながら言ってますけどすごく幸せでも決してこれが1話で終わるわけではなく2話3話4話であの結構揃うシーンがあるんですけど。あですねはい うん、毎回うん <laughs> 40、50 <laughs> 途中でこれ年齢かどうか分からないんですけど大体<あ>いい20っていくぐらいまで皆さん集中力持つんですよ、はい、30ぐらいになってくるとあの簡単なセリフさえ出てこなくなってくるっていう現象がでもね芝居とかセリフってその辺から面白くなるんですよ。 麻痺はし、い、麻痺はし始めた頃に、やっと面白くなってきまし。きた <laughs> 何を言ってるんですか。<laughs> そっちはね。<laughs> だから最終的には最高のシーンが取れて。もちろんです。ということ。わ、はい、かりました。ありがとうございます。